こんにちは。出会いは週刊チャンネルの清水です。今日はですね、こんなエントリーシートは出すなゼミ学業編です !6 月になってですね、エントリーシートを出す機会が非常に増えてますよね。そういう意味で言うと、エントリーシートで特に対策しなければいけないのが、学地下自己 PR のエピソード作りですね。人事が、またこのパターンって思ってしまうようなエピソードがいっぱいあるんだよね。23卒が書こうと思っているエピソードの第2位が、 今日やる学業編なんですそしたらですね人事が見飽きている差別化しにくいエピソードを書かないこれまたみたいに思ったら困る人事が見たい内容を理解してオリジナルなエピソードを書けるようになるにはどうすればよいかをこの一本を見て学んでくださいそれではいきましょうこれ昨日もお見せしたようにね今年の5月19日と23卒のセミナーの時にだたい300人250人から300人の方にアンケートを取ったらですね今年何のテーマで自己 PR 学知科学の「 第2位学業編47 43%, 43の学生さんが学業そしてゼミのことを書きますかぶるってことだねさあこれは昨日もお話ししたようにねずっと頭の中に入れといてね4つの分類がありますテーマはよくあるテーマ独自性のあるテーマ取り組み内容はよくある取り組み独自性のある取り組み一番いいのはもちろん見てわかるように独自性があって独自性のある取り組みこれはイエス通面接も多分強い でもそんななにはないそうだねそうするとね独自性のある話を持ってる人はよくある取り組みじゃダメなんでよ本当は独自性のところに持ってきなさいそうすると勝ち組の赤になるいいね最低でもまあそれがね独自性のないんだったらよくある話今日はやるのはよくある話だからねその中で言うとね 少なくとも独自性のある取り組みを見せなきゃいけない必ずピンクの状況まで持ってくよくある話のよくある取り組みだったらこれは ES すら通過しないってことを理解してずっと1年間このことを頭の中に入れてくださいじゃあいこうあるある学業ゼミ編これ僕はですね去年1002100もっと見たね200近く ES 見たんですけど添削もしましたあるある学業ゼミ編ゼミで周囲を巻き込んで成果を上げた。 うんこれ何のために周囲を巻き込まなきゃいけなかったのかしらねって疑問に思うのが多かったですけどね。2偏差値が低かっったから頑張ふーんこれね、まあ、大学に合格してその大学に合格した時点でさいやその大学に合格したら君何々大学だってことはもう見てあげたんだけどそれ以外にないのみたいに思われちゃうテーマなんだけどこれ結構あるよね。ゼミ長とえてゼミ長って雰囲気をよくすることが目的なのみたいな。 なんでゼミ長なのに雰囲気にこだわるんだろうみたいなね。周りを巻き込まなきゃいけないみたいなことで、みんながそのことを考えすぎて。でもよくあるある,ある3つ挙げときました。じゃあね、人事が不審に思う点は何1、成果が上がったとは客観的に思えない。うんそれってなんか成果上がってんの本当にって。疑わしい。これがまずあるやつね。2、結果と対策との関係性が見えない弱い。えこの… 結果こんな対策で上がらないよアルバイト編の中でもあるんだけどやっぱり結果とね実際の施策がねどうもよく合わないねそれともう一つ目的と行動の一貫性も感じられないっていうのがあるんだよ。えその目的なのにこの行動なの疑問疑問疑問ってやつだね。何のために雰囲気を良くする必要があるのか特に雰囲気系で書く人の場合には雰囲気を何で良くするのか教えてよと。 これなんだよね雰囲気良くなったら何がいいのいやいやみんながやりやすいですね何のためにやりやすいのといやなんとなくとかいやそれだったらやらないでしょみたいなねそこのことが多いこれ三つ目、ね、結構多いねこれがそして四つ目その目標は相対的に難しいんですかといやなんか難しそうに感じないってことなんだよねわかりますなんかいっぱい書いてるけどそれとっても難しいと思えんなこれが四つ目そしていやいやそもそもさそれ何のためになんでやるの動機は この辺が人事が不審。疑問疑問疑問って思うってことなんだねさあそのことを疑問を解決しましょうじゃああなたが見せなきゃいけないポイントは何今日は4つ挙げました1まず事象どんな事象があって原因を探究しなきゃいけないこれグルデスもやってるね事象に施策じゃないんだよ事象があったら原因がある、ね、頭が痛かったらバファリンじゃないの頭が痛かったらね必ずしもバファリンじゃなくてあ 脳腫瘍ななならら手術しいいと治らないだから事象に対して施策を打つだけだったら対処療法って言うんでしょだから事象に原因があるその原因に施策があるそして成果この関係性をきちっとしてくださいが1位次目標は何したかったのその目標で施策で策成果 目標自作成果のこの関係性も明確か知ってんねこれが2つ目の問題点そして3つ目相対的に難易度はどうなんですかこれ難しいのか簡単なのかってなるほどねそれだったら結構大変そうだなって思えるようにしないといけないそして何でやるの動機動機はいつもついてくるなぜかとい,いつも言いますけどねユニークなテーマでね独自性のある取り組みだったら動機はいらないのそれ大変だからね。 あなたたちの普通の出来事でねやるんだったら動機がなかったらそんなやらないんじゃないのって思われるからだから動機が必要だね物の,の方には動機は必ずしも必要じゃないって言うけどどういう場合動機が必要だいって書いてないんだよね動機が必要な場合にはね当たり前の時には動機がなかったら立証できないってことなのそのことをずっと覚えておいてくださいじゃあ僕もこれまた書いてみました僕あのゼミなんかやったことないんですけどねさっきの問題点を意識したらこういう風に書きます今回は 300字清水さんにたくさん書いてるよねっていう人もいるからじゃあ300以内に収めて必要のないことをだいぶカットして書いてみました300でもこのくらい書けるんだよってお見せします。私はゼミののののグループのリーダーープリダととしてあるる商店街の個展の売上を上げを課題でメンバーが一丸となって取り組みゼミ内で2位になりましたやったことと結果ここまで持ってった当初他チームに入れなかった寄せ合わせ目のため士気が低かった。 最初のことを書いてる。そして中間発表で最下位で悔しい思いもし商店街に毎日行くことを提案し全員で現状を把握店主の気持ちを皆で理解し役に立ちたいという使命感を持ち真剣に取り組み若者の視点と年配者の経験をミックスして新規のお客様に寄与し最終発表で2位に入りました結果も書いたこの経験で最初はうまくいかなくても一生懸命やる大切さと人生の先輩の経,経験の大切さを学びました。 っていう風にいろんな要素を含めて書いときましたじゃあこの僕が書く中で意識した点をさっきにまとめましょう自分の強みをちゃんと設定して人間性と強みを伝えたいいですか学知科読んであなたその強みってなんだかわかんないってなんだよ学知科って清水さん学生時代に頑張ったことですよねいやいや学生時代に頑張ったことは聞きたいんじゃないんだよ学生時代に頑張ったことを通してあなたがどんな人か知りたいんだよどんな人かわかんない学知は書く意味がないだから僕はこのフォロースルーで効果的に自分の強みを見したこれだよね 最初はうまくいかなくても一生懸命やる大切さと人生の先輩の経験の大切さを学んだこれ何言ってるかっていうね最初はうまくいかないことでも一生懸命やるんです私はとそしてね要するに先輩の人私は年配の人の経験とかを大切に思ってますこれがザ日本の企業の中にわざわざ放入してるんだよ先輩ののの経験の大切さを私は学んんでででその人と一緒にできたんですよ。 ここがザ日本の企業にわざわざ見せてる強みってことで僕は放り込んだ次ね動機さりげなく動機を挿入したんだよ悔しさがバネになってるってことがぶち込んだんだよこれ待って他チームが入る中で寄せ集めですってまず言えたんだよだから式が光っったで中間発表ではね最下位2つ突っ込んだんだよ最初は寄せ集めねでかつ最下位2つ突っ込ん 込んでだから反発精神でやったっていうところここでさりげなく突っ込んでさりげなくでもないねはっきり書いたんだけどそういうことだね動機そして事象原因施策成果の関係の明確化だねここで言ってる事象ね中間発表で最下位で悔しい思いをしたっていう事象が起きたんだよで原因はねが寄せ集めのため引きが低かったんだよそりゃそうだ寄せ集めなんだからねじゃあどういう PDC を実際に政策で回したのか1じゃあまずは商店街にまず行ってみようぜがスタートなんだよ 行ここうっていうことを提案したじゃあねこれ途中のことはカットしていくけね面接は機械で,い,い,んでいやみんな最初は行きたがらなかったんですけどね俺がね、まあ、やろうよって何度か説得してそれ嫌いんでで全員で現状を把握した「なるほどこういう問題点があるんじゃないか」でねやってる実際の僕らが担当するお店の人の、ね、実際のやつも聞いたなるほどそれも調査をした「あなるほどそういう問題があるのか」っていうことで、まあ、店主の人がね「いや俺ねこういうつもでやってんだけど客が来ねえ そうかじゃあ役に立ちたいねで役に立ちたいという使命感を持った回り始めたねそしてよーし真剣にやろうぜあの人のさ役に立とうぜじゃあ重要なのは何かというよ僕ら若者の視点とその年配の経験者をミックスしようぜほーらいろいろな施策の部分が回したそして最後成果2つ書いてでこれわざと、ね、このプロジェクトの成果新規のお客様増加に寄与これが成果そしてもう一つはゼミの中で2位。 プロジェクトの成果とゼミの成成果果とと両方放り込んんでるんだよなるほどねこのくらいの文字数でも入れるんでそして難易度店主の気持ちを皆で理解して役に立ちたいと使命感を持ち若者の視点と年配者の経験をミックスしてっていうふうに放り込んでるこれ何言ってるかっていうとね自分と同じような世代の人たちと何かをやるのは別に難しくない異質な人たちと何かやるってことは難しいって言われる異質って何 だから価値観が違う外国の人たちと何かやるっていうのは最も難しいって言われる理由はそこにあるこれは年長の人とやるっていうところで椅子なす人と一緒にやったってことを見せて難易度結構高かったんですっていうことをここでプッとしてるってことなんだねで、ね、難易度も挿入してそしてあれができたわかりますわずか300字でもいろんな要素をああやって詰め込んでるじゃあどうすればよかったかいいですか学業ゼミのイエスの書き方1自分の伝えたい強みを盛り込もう 事象原因施策成果の関係を明確化目標施策成果の関係の明確化動機をうまく挿入相対的な難易度も示そうさあこれでうまく書けましたねゼミサークルアルバイトのテーマをする学生さんは非常に多いそもそもかぶりやすいこのテーマを作業をつけるには内容は動機が必要になるんですいいですか明日はサークル編の ES サークルも三大要素の一つの ES の書き方をお見せします ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければ皆さんにお役に立てることは毎日放映します。そしてよかったら高評価もよろしくお願いします。僕の励みになります。そして出会い場カンパニーではですね、もともと我々はこうやって偶発的に出会う、そしてイベントをやってて、このイベントは4つポイントがあります。1つ グループディスカッションを何度もやるから練習になるそして企業の人があなたたちを見て評価をしてあなたたちがどういう位置づけにあるかっていうのがちゃんと出てくるそういう意味で言うと自己評価じゃなくて他者評価も分かるだって就職は他者評価だからねそしていろんな企業に出会えて一日でかつ企業からあなたをのぐディスを見てオファーがかかる4つ一気にできるというイベントなんだ今東京大阪名古屋でスタートを切ってますオンラインもスタートを切ってます概要欄からお申し込みください 会場でお待ちしています。